IBM システム3のプロセッサーと多機能カードを読み取り、先行装置。ミラノ国立科学技術博物館で。システム3は IBM が1969年にリリースしたミッドレンジコンピュータである。米国ではミニコンピュータ、日本ではオフィスコンピュータに分類されることが多い。IBM の資料では当時は最小、現在は PC サーバー等も普及したため。 中型と呼んでいる。大型機市場でシステム360を販売した IBM が小規模のビジネス用に開発したシリーズであり、その後のシステム32、システム34、システム36へと続く系列の最初である。特にシステム3で登場した簡易言語の RPG2 はユーザーが事務処理を簡単にプログラミングできる言語として、 さらに RPG3 と拡張されて AS400i シリーズシステム i と使い続けられている。システム3は IBM ロチェスター研究所で開発された。以前から IBM パンチカードシステムやシステム360でも使用された80ランパンチカードとは異なった96ランパンチカードを使用してハードディスクを持ち、 システム360の半分の費用で使用できた。システム3は1985年には販売停止となった。ありがとうございます。